はい、時間になりました。よくぞ集まった我が精鋭たちよと毎年ここから始めるようにしています。おっさんたちにしか分かりませんが、某有名な番組の、ある一言でありますね。48時間先にあるゴールに向けて、テーマに沿った、ゲームを作る、ただただ人を楽しませるために、自分のチャレンジのためだけに作り続けるこのイベントにようこそ参加してくださいました。私が東京工科大学会場オーガナイザーを務めますメディア学部の三上浩二と申します。3日間か足掛け3日間よろしくお願いいたします。で、開会式ですけれども、まず開会に先立っていくつかお話をさせていただいて、その後ルール説明、それから施設やネットワークに関する諸注意についてお話をしたいと思います。その後ですね、ゲームジャムのビデオキーノート、用意されてますので、このキーノートを会場で見ていただいて、その後に、テーマ発表、それから、最後にチーム発表という形の流れを、していこうと思います。さあ、もうすでに皆さんウェブページでご覧になっていると思いますけれども、ゲームジャムというのは、コンペティションではなくて、コンテストではなくて、挑戦であるということですね。これをぜひ一つ覚えててほしいなと思います。今ではね、ゲームエンジンのおかげで開発環境非常に手元に揃うようになってきました。ゲームジャムを始められた頃というのは、こういった環境がない中で、もう本当に48時間でゲームを完成することそのものがもうチャレンジであったと、こんな時代もありました。でもね、今でも新しいテクノロジー日々進歩してます。今まで使ったことないものに挑戦するとか、新しい役割に挑戦するとか、今までとは違う管理方法を使ってみる、いろんなチャレンジがあるはずです。今まで、昨日までとね、違う自分をこの3日間かけて、体験してみて、その結果でね、またゲームジャムの後、自分のゲーム開発における考え方であったりとか、学生生活における過ごし方、いろんなものに対してね、いろんな気づきが得られるんじゃないかと思いますので、うまくやろうというよりも、いろんなものにチャレンジして何か気づきをね、得ていってほしいなというふうに思います。なので優れた作品を作って完成させることだけじゃなくて、普段できないようなトライアルと、それから失敗も含めて大歓迎ですので、ぜひね、この会場に集まった仲間と一緒に新しい体験をぜひしてみてください。で、グローバルゲームジャムのオフィシャルサイト、皆さんアクセスしていると思いますけれども、この工科大学の会場の専用サイトのほかに、グローバルゲームジャムの本体の方でも登録必要になってますので、忘れずにグローバルゲームジャムの本体の方にも登録するようにしてください。逆に本体の方で登録だけされていて、この会場に登録されてない方、今1名だけいらっしゃいましたけれども、もしそういった方いらっしゃいましたら、受付の方でおっしゃってください。一応簡単にですけども、基本ルールだけお話をしておきます。グローバルゲームジャムは、その場に集まった開発者が即席チームを結成して、テーマに沿ったゲームを作るということになっています。東京工科大学会場は、人数も多いということもありまして、オーガナイザーの方で事前にチーム分けを、させていただいております。でテーマに関しては、全世界共通のテーマが設定されておりまして、本日の、開会式の一番最後に、発表いたします。また、ディバーシファイヤー、ダイバーシファイヤーというですね、達成目標というのものがあって、これは Facebook の方でもすでに公開をしております。テーマではないんですけれども、こういった項目を達成すると、世界中の、プレイヤーとかで開発者が、これをタグに検索をしてきますので、たくさん入れれば入れるほど、いろんな人たちが発見してくれて遊んでくれるゲームになるということなので、自分たちのチャレンジとしてもそうですし、それから広くね、プレイヤーに遊んでもらうという意味も含めて、こちら挑戦してほしいなというふうに思います。それからあと、開発環境対象プラットフォームに関しては基本的に制限はなくですね、作品はオープン、クリエイティブコモンズのライセンスに従うという形になりますので、もし作品の中で著作物等を使う場合は、きちんとオープンにできるような状況のものでなければ使えませんので、そのあたりをご配慮いただければと思います。当然プラットフォームは自由ですけれども、限られたプラットフォームで遊ぶゲームに関しては、当然遊んでくれる方が限られるということもありますので、このあたりも考慮にしていただいて企画を考えてもらえればと思います。で、本年度ですね、まだ会場数、確定してません、人数も確定してませんけど、昨年が701会場、3万6401人ということで、ゲームジャムの開催中には人数出ると思いますので、また後日報告したいと思いますけども、ギネス級の、週末のゲーム開発イベントになっておりますので、今年はですね、日本からも21会場、参加しておりまして、この東京工科大学会場は、ほぼ昨年と同様の85名の、参加ということになっております。
で、この東京工科大会場でちょっと特殊なルールなんですけども、今ちょっと皆さんの、左側の方にですね、配信チームがおります。この配信チームが皆さんたちの開発の様子を、全世界に向けて配信しております。で、この中でですね、チームの紹介であったりですとか、あとは、企画発表、それからアルファ版発表、ベータ版発表、それぞれの今ここに予定の時間書いてあります。この時間に、チームの紹介や、企画の紹介、アルファ版ベータ版を発表していただくことはレギュレーションの一つになってますので、忘れずにこの辺のマイルストーンをですね、考えておいていただければと思います。それからちょっと順番、本当は一番最初にお伝えしてもよろしいかなと思うんですけども、この会場に限らず日本の会場に関しては、こちらのスポンサー様によって、協賛の、簡単な軽食、スナックですね、それからドリンク等が用意されております。バイブ様、ユニティ様、スプライトスタジオ様、プレイキャンバス様、グーグルプレイ様、トゥイッチ様ということで、こういった企業の、援助のおかげで、グローバルゲームジャムも運営できているということをぜひ思っていただければなというふうに思っております。さあ、では早速ビデオキーノートの方に移りたいと思うんですけども、先ほど開会式始まる前にもアナウンスありましたけども、キーノートの、ね、最後の方にテーマが入っておりますので、このテーマ、27日の土曜日の12時ぐらいになるとですね、全会場スタートということになりますし、ウェブサイトで グローバルゲームジャムの本体の方でも SNS 発信を始めます。それまではくれぐれも、外部に漏らすようなことがないように、お願いいたします。では、今ちょっと切り替えますね。Okay, so Global Game Jam is about to start. We're excited to be here with you. And we wanted to take a minute to give you our three steps to success this weekend. Step number one, you're going to need a theme. And well, Cuphead and his Cowboy Man. That's a theme tune. Anyway, you're going to need a theme. A theme is going to help inspire you to make whatever it is you make. And Global Game Jam are going to give that to you real soon, so look out for that. Step number two, you're going to need a copy of Unity.Naturally. Everybody who's made something in Unity in the past has helped make it better. Let's take a moment to look at some of the coolest made with Unity stuff out there. Step number three is this awesome list of resources that we've put together to help you succeed this weekend. It's full of asset store packs to help you get started, learning resources in case you get stuck, and you can even use Unity Teams for free so that you can create together more easily. That's it from us at Unity.So make friends, make games, and have an amazing Global Game Jam. We'll see you there. Amazon App Store powers game and app publishing for Android devices, Amazon Fire TVs, and Fire tablets. Amazon App Store is available in over 236 countries and territories, giving developers instant access to customers worldwide. We offer an array of developer services, creating an end-to-end solution for developers, allowing them to build, test, market, and monetize their game.Join us for this year's Global Game Jam as developers from all over the world come together to create new games. Post-jam, you'll get exclusive offers for new, exciting game dev tools and get the chance to be featured on the Amazon App Store. Sign up to learn more and keep an eye out for our post-jam announcements. You won't want to miss them.
A simple trip on an airplane gives us a vision of the world that our imagination could not have otherwise. Once we return to our modest existence as pedestrians, we will remember the splendor of the sun, as well as a perception of unlimited space in which, for a moment, we felt ourselves to be free. Henri Matisse. Looking, Carita Kent. We don't really know what exists in the universe, so we have to be alert to see what we've not seen before. Look at something around you and say about whatever catches your eye, "I don't understand that object now." We don't understand the fullness of everything. Of anything. Things constantly change, and we may have seen an object only 5 minutes ago and thought we knew it, but now it is very different. To be able to adjust to those subtle differences means looking anew with what new materials we have gathered up inside ourselves, as well as noting what changes have taken place within the object. We need to be aware of what we don't yet know. Matisse said that to look at something as though you had never seen it requires great courage. Our eyes, of course, are one of our finest tools, needing constant care. There are many ways of caring, of sharpening our tool, keeping it clean, oiling its parts, using it properly, respecting its value. We might also consider the negative results that come from not caring for a tool. It would rust and fall apart, become useless. We would lose it. We would become blind. If you have a child of 2 or 3, or you can borrow one, let her give you the beginning lesson in looking. It takes just a few minutes. It will be full of pauses, circling, touching, and picking up in order to smell, shake, taste, rub, and scrape. To the child, the journey of this particular day, with its special light and sound, has never been made before.
So the child treats the situation with the open curiosity and attention that it deserves. The child is quite right. It takes practice for us to recover this ability to see, or before that, the gift of wanting to see. For so many years, we have been learning to judge and dismiss. I know what that thing is. I've seen it 100 times. And we've lost the complex realities, laws, and details that surround us. Try looking the way a child looks, as if always for the first time, and you will, I promise, feel wider awake. Try it. Do it. When the first ever game jams happened here in the Bay Area almost 20 years ago, they were motivated by a sincere interest in looking at games through a different lens. Not just game engines or gameplay, but experimentation, expression, and even the distribution of games on the internet, which was a novel concept at the time. From just over a dozen of us in a small room in Oakland, hacking away to see what would happen over a weekend, to thousands collaborating all over the globe in a single coordinated event. It's almost impossible to imagine. And yet, here we are. Karita had something to say about this, too. How can we become bright, hardworking, imaginative people? By learning how to use our connecting ability to make new relationships and by getting used to working very hard in ways that will develop our imaginations. The very word imagination implies that you are into territory no one else has ever been before. A rigid discipline that demands one right way is confining and limiting. We need one that is liberating and boundless, that allows us to make new connections in completely new situations. I believe that Karita is correct. Life is short and time passes right before your eyes. Choose to be present, honest, and open to this experience. Engage your eyes and imagination and step into the new. Jam well, everybody. Peace. Warning. This video contains explicit language. Anyway, you're always welcome. I'm Thorsten. I'm your instructor for today. How are you doing today? When I started organizing game events, the main motivation was working with playful people, building communities, connecting disciplines and people who are sharing the same passion of gameplay, world building, and interactive storytelling. If you have something to say, say it out loud and put it into your work. All your love, your feelings, experiences, all your anger, your doubts. Ask questions and be honest about what surrounds you, politically, socially, culturally. Destroy your pink bubble and have an opinion. I like to play such games, and Amaze likes to see something like that. Is a creative process, you need to have a clear mind. And everybody knows, in a fit body rests a clear mind. Your brain and your body has to get connected. We are people and we like to move, so let's move. I like to invite you to a little aerobic exercise to get you ready for the jam.
Don't forget, we are a huge family. We are a worldwide movement. And you are now and here a big part. So let's celebrate it. The next 40 hours and further. Okay, get ready. Some of you have not enough space to move around. So do it with your hands. And watch and listen. Relax. Get vertical. Breathe in and out. Breathe in. Are you ready now? Back. Okay, let's go. Now I have 6 exercises prepared for you. Please follow me. Try to remember them, and in the hard time, they will bring you magic and back on track. So, find your position and listen to the beat and get out of your comfort zone. So get ready and stretch the left arm out. Stretch it out, yes. And get out of your comfort zone. Get out of your comfort zone. Get out of your comfort zone. Yeah, and all together, get out of your comfort zone. Exercise 2. Do whatever you want. Don't worry about anything. Be honest to yourself. Mind, reach the sun and satisfy yourself with what you do. Exercise 4. Respect and speak out. Stay same level. Don't swallow your opinions. Talk it out and share your ideas and listen to the others. It's teamwork and every single person in the team should feel amazing. So, get ready. No master, no slave. No master, no slave. Phew! Yeah! No master, no slave. Wow! Exercise 5. Think big. Think bigger than ever. It's not the end of the world having no complete game after the jam. What are you taking out of a 48-hour game jam when you're only focusing on the game? I can tell you, you will miss a lot. Be social, make friends, and play and share. This is the only start of your game. So, don't finish your game. Don't finish your game. Don't finish your game. Exercise 6. I know you are hot to run the next 48 hours. Don't forget the moves. They will help you to get through this marathon. Now let's praise together and wish everyone an amazing time. Yeah! Praise the Global Game Jam team. Praise the local organizers and the hosts. Praise all the participants in the room. Cheer them.
loves you, and me too. これからテーマ発表になるところなので止めました。でテーマを発表しちゃうとこれから会場の諸注意みんな聞いてくれなくなると思うのでテーマはもちろん後回しにします。先に諸注意をですね皆さんに聞いてもらいたいと思います。ではまずいくつか全体に向けて簡単な注意事項だけですね、先に口頭で言いますね。まず開発時間この後からですね、28日日曜日の15時ですねが終了時間になっております。で、その前にですね明日土曜日の12時までに、チームページの登録これが必要になりますのでこれは忘れずに、土曜日の12時までに行ってください。これはもう一つのレギュレーションになってますので、忘れないようにぜひお願いいたします。で、開発したゲームですけれども、最後の発表会5時にスタートの予定にしてます。遅くともその時間までにアップロードするようにと。で、3時から5時の間は、もう会場の撤収、開発会場の撤収作業を進めながら、皆さんにはこの閉会式の会場にまた降りてきていただくと。こういう流れを取ってますので、まあ3時までに終わっていない場合は、まあ、何人か作業を残しても構いませんけども、例えば早くこちらに移動してここで作業するであるとか、開発場所は早めに明け渡すという形をぜひお願いいたします。で何度も言いますけども、テーマは最後のハワイの会場が開始時間になるまでツイッター等で発信をしないようにくれぐれもお願いいたします。で先ほどURL の話ありましたけども、大学の、方で公式のウェブサイトを作っていたり、あと特に今回は Facebook のページが一番タイムリーに情報を提供できると思いますので、お手元の資料にもあるように Facebook 中心に、なんか皆さんにお伝えする情報はお渡ししようと思いますので、こちらをぜひよろしくお願いいたします。ではちょっと会場の諸注意をですねちょっと簡単にお手元にお配りしました、GGGA2018 東京工科大学サイトに関する重要事項、少し端折りながらですけども読んでいこうと思います。まず一つ目ですね、会場に関する事項なんですけども、現在ですね大学は期末試験の最中になっております。運悪く明日試験のある学生というか参加者もいたりします。そんな時期ですし、また28日は大学院の入試が実施される時期でもあります。この建物で大学院の入試が行われます。そんな状況にもかかわらず会場を貸してくださるという大学の非常に懐の広いところですね、ぜひありがたく思いながらですね
くれぐれもこういった大学関係者から指示があったときですね、指示に従いながら来年もこの東京工科大学でグローバルゲームジャムができるようにぜひご配慮いただければと思います。まさか被るとは思ってませんでしたけど、まさかやっていいとも言われるとも思ってなかったぐらい大学院の入試がもろかぶりでした。で、あとですね、2番目、ローカルルールの、適用と遵守ということで、特に何か必要なことがありましたらオーガナイザーの指示に従っていただければと思います。特に先ほど言いましたように、会場の利用できる場所ですね、この後皆さんが使う開発のメインになる会場、その他、この、開会式閉会式で使うこの部屋、それからと出たところに今4階なんですけれどもオープンエリアがあったりします。こういった場所は基本的に利用する場所という形になっております。その他特別な事情がある場合にはスタッフがお連れする場所なんかありますけれども、それ以外の場所は原則として立ち入らないようにお願いいたします。で、あと、会場のこの建物、片柳研究所等ですけれども、原則8時から21時ごろに閉まるというような会場時間になっております。で、その会場時間が過ぎた場合にはどうやって開けるかということに関しては、実はこの後チーム発表しますけれども、皆さんたちの、チームには必ず東京工科大学の学生が配属されるようになっておりますので、その学生たちに聞くとですね、明け方であったりですとか、あとは深夜でどこへ行くと飯が買えるかとか、そういうことも分かるかと思いますので、ぜひここをホームグラウンドにしている学生たちの、に話を聞いてもらえればと思います。それからあと何名かですね、車両の乗り入れ希望の方がいらっしゃいました。こちらに書いておりますけども、開門時間決まっております。それ以外の時間は車出せませんので、あらかじめご了承いただければと思います。それから5番目ですね、会場の保全ということで、この後行く開発場所にですね、プロジェクターが設置された特殊なホワイトボードがあるんですけども、これはマーカーが特殊なものを使わなければいけないというものがあって、使えないように裏側に向けてありますので、このプロジェクターが乗っかっているホワイトボードは使わないようにしてください。代わりに各チームに1台ずつ通常のホワイトボードを用意してありますので、そちらを使ってください。その他会場にはいろんな機器があるんですけども、これは大学の備品ですので、くれぐれもこういった備品にプログラムにバグがあるからといって八つ当たりなどしないようにお願いいたします。で、あとこの建物ですね、他にもいろんな研究室がありますので、オープンスペースであっても大声で話すなど他の研究室の迷惑になるような行為というのは避けてください。で、食事はですね、さっき申し上げたようにこの3階4階5階のオープンスペース、それから10階にもですね、あまり席はないんですけれども、少しリフレッシュコーナー設けてますので、そこで食事をとっていただくという形になるかと思います。で、また飲食物とのゴミについてなんですけれども、私どもの方で特別なゴミ袋を用意しますので、そちらに捨てていただいて、備え付けの、自販機のゴミ箱とかあるんですけれども、そちらそれほど容量ないので、そこがいっぱいになりますと、非常に学校側からいろいろ言われてクレームが出てしまいますので、我々の方できちんとしてますので、会場にビニール袋を用意してますので、そのビニール袋に捨てるようにしてください。その他のお願いということで、まずアンケートのお願いとして、各チームのプロフェッショナル、プロの方にお願いをしております。実は東京工科大学の学生、それから日本工学院の専門学校の学生は授業の一環も含めて参加をしておりますので、そこでちょっとプロの方に学生に対するアンケートを、というか評価をお願いしております。これは後ほど評価シートをお配りしますので、そのシートに、もう成績には全く関係ありませんから、ダメなやつはもう1点とか2点とか思いっきりつけてください。10点満点でみんな8点とかやめてください。もうガチでつけて構いませんのでね、それが皆のこれからの、ね、成長の糧になりますから、ぜひこの辺お願いいたします。それからあと記録およびネットワークの配信ということでですね、今配信チーム紹介しましたけども、 YouTube ライブを通じて全世界に向けて発信しております。で、もともとこの会場に申し込む時点で広報に使うですとか配信することに関しては承諾いただいておりますけれども、もし写真ですとかそういった時にあまり顔がアップになるのはありがたくないとか、そういうケースはあると思います。その場合には配信のスタッフであったり写真撮影に回っているスタッフがいた時に、その都度おっしゃっていただければと思います。このあたりは我々の方でも把握できていれば一番いいんですけれども、なかなか写真撮るスタッフも多くいますので全員周知できないので、もしどうしても写りたくない方がいたら一声その都度かけていただければと思います。から3番目ですね、基本的にイベントの参加、皆さんの参加者の個人の意思であり、我々は基本的に責任を負いませんよと、
というところですので、48時間のゲームジャムだからといって48時間起きた結果体調を崩しても知りませんということですので、きちんと自己の体調を管理しながら、開発を進めていただきたいと思います。最寄りの診療所のリストですとか、休日診療の、情報を集めてありますので、もし体調が悪くなるようなことがあれば、診療所、医療機関等を、使うと、また具合がある方は早めに大金沢の方にもお知らせいただければというふうに思います。で、先ほど言ったウェブページの、いろんなアドレスこちらに書いてますので、ご確認いただければと思います。以上が会場に関する招致員になります。続きまして、会場のネットワークに関する招致、渡辺先生お願いできますでしょうか。変わりまして、私渡辺と申しますが、私の方から、本学のネットワークを利用する際の集中について、皆さん方に、お知らせいたします。配布した資料のうちですね、こちら東京工科大学会場ネットワーク設定についてっていうふうに書いてある片面の方のあれですね、片面印刷の方の、プリントをご覧ください。こちらにありますように、本学でこうあれですね、ネットワークを利用する際には無線 LAN を利用することが可能です。で、本来はですね、大学の、学生や教職員しか使えないんですけども、今回は特別にですね、グローバルゲームジャムの参加者の皆さんに、利用していただくための設定を行っております。で、この、設定が利用できる、場所はですね、この教室と、隣の教室 と、あと10階ですね、ここの建物の10階、これが今回グローバルゲームジャムで利用する、各教室になるんですが、これら の、 施設で利用できるということです。その他の、あれですね、部屋では利用はできませんので、ご留意ください。で、SSID ですね、ネットワークの設定はこちらのプリントの方に、書いてあります。で、いくつか所注意ございまして、まずですね、5GHz の方ですね、が利用できる機器をお持ちの方はそちらの方できれば利用してください。そしておそらく手持ちのですね、Wi-Fi ルーターや、あるいはテザリングができる携帯電話、スマホ等をお持ちの方が多くいらっしゃると思いますが、あまり利用しないようにしていただきたいと思っております。というのはアクセスポイントがですね増えると、それだけ全体の、接続速度が非常に低下してしまいますので、全員で協力してですね、できる限り本学の無線 LAN を利用していただければというふうに考えておりますので、ご協力よろしくお願いします。ご自分の手持ちのものを接続する際はこちらにありますが USB 接続や、Bluetooth による接続等をご利用いただければというふうに、よろしくお願いいたします。それとですね、下か2番目のですね、デスクトップの PC とかをお持ちの方はおそらく有線のですね、ワイヤードの方のですね、LAN を利用したいという方もいらっしゃるかと思われますけども、そういう方はですね、後で、スタッフに一度ご申告ください。基本的には無線 LAN の方の、接続を想定しておりますが、有線の一応あれですね、接続もできるようには準備はしておりますが、ただちょっと準備が必要、接続そのものをですね、線を引っ張ったりとかいろいろそういう作業が必要になりますので、利用されるという方は後でスタッフですね、最終的には私がということになるんですけども、の方にお知らせいただきたいと思います。このあれですね、ミーティングが終わったらですね、よろしくお願いします。それとですね、あと、無線 LAN でですね接続する場合は DHCP で接続が行われるんですけども、ちょっと本学の設定上ですね、時間が経つとですね IP アドレスが時々変わっちゃう時があります。で、そういう利用方法、そういう状態だと困るという方がもしいらっしゃいましたら、こちらでですね、いくつか静的な IP ですね、スタティックな IP アドレスも準備しておりますので、それもスタッフの方に利用したい場合はご申告ください。で、このスタティックな IP アドレスに関しては各チーム3つまで3個までというふうに制限させていただきますので、ご了承いただきたいと思います。はい、ネットワークの設定については以上です。
はい、渡辺先生ありがとうございました。では、次チーム分けについて、発表します。ちょっと工科大の学生ちょっと前の方に来て、これ配布するの手伝ってください。今学生がメンバー表を配ってる間にリーダーだけ先声かけていきますね。チーム1のリーダー、パドゥースマーエさん、はい、チーム1のリーダーになります。よろしくお願いします。チーム2のリーダー、小松正人さんいらっしゃいますか。はい、よろしくお願いします。小松さんです。で、チーム3、加藤正史さん、はい、加藤さん今一番後ろにいらっしゃいます。チーム4、菊谷君、はい、ここにおります。チーム5、森中君、はい、おります。チーム6、桑原君、はい、おります。チーム7、菊池浩二さん、あ、いらっしゃいました、はい。チーム8、猪巻さんですね、はい。チーム9、上岡ギリオンさん、上岡さんまだ見えてないかな、はい。チーム10、佐藤裕太君、はい。チーム11、米山明宏君、はい。チーム12、ラ・サンミンさんなんですけども、体調不良で欠席ということだったので、12はちょっと中で後でリーダー決めてください、はい。で1名ですね、後から追加の方がいらっしゃいましたので、1名後から入られた方にはちょっと12の方のチームに入ってもらおうかなというふうに思っておりますので、大丈夫ですかね。チーム12 12 OK に、入っていただこうと思います。で、チーム分けについてなんですけれども、これリーダーに加えてですね、広報の担当者を決めていただければと思います。でこの広報の担当者というのは、先ほど申し上げたように、チームのプロジェクトのページを作ったりですとか、あとこの後配信の時にですね、発表のためのいろんなこう連絡を取ってもらう、こういった役割になっておりますので、特に工科大の学生はね、積極的に担当しますと言ってくださると、皆さんは IT にも長けてますし、それから配信チームの学生も知っていると思いますので、円滑に進むんじゃないかと思いますので、よろしくお願いいたします。では、どんな人と組むのか、なんとなくこの名前だけでも分かったかもしれませんけれども、少しこれを想像しながら、次にちょっと会場のレイアウトについて先にお伝えします。作ってないことに途中で気がついて、さっきキーノートやってる間に慌てて作りました。これは10階のアクティブラーニングセンターの見取り図になります。一番下の方からこう上に向かって入っていくような感じになるんですけども、エレベーターコーナー出たところに食事ができる場所があります。でエレベーターホール出て左に向かっていった、左の入り口から入った部屋と右の入り口から入った部屋、エレベーター出てですね、あります。ちょっと見にくいですけども、エレベーターから1回出たとぐるりと反転しなきゃいけないので、ちょっと分かりにくいかもしれません。チーム1、チーム2、チーム3、チーム4、チーム5、チーム6ということで、もうすでにホワイトボードを用意して、そこに数字書いてありますので、自分のチームの番号が書いてあるホワイトボードのあるところへ行くと、場所が分かります。でこれ白い四角がですね、机6個分を意味してます。なのでそれが2箇所の島ということで、各チームに12個ずつ、机と椅子用意してありますので、今のところ7名のチームですから、十分足りると思います。でレイアウトに関しては自由なので、あれですね、チームメンバー全員外向かってもいいですし、壁際に一列に並んでもいいですし、島にしても構いませんので、好きなレイアウトで開発をしてみてください、はい。でよろしいですかね。後でこれ、画像かなんかにして、だから Facebook とかにもしあったら上げておきますので、あの班の誰々どこにいるんだろうみたいな感じで探していくときに参考にしてください。はい、長らくお待たせしました。では、テーマの方の、発表に移っていきたいと思います。配信チームが、配信を遮断しないとテーマ発表できませんので、遮断が終わるまで少しお待ちください。
の方に向かうんですけれども、エレベーターの3機しかございません。で、今おそらく皆さん登ってきたのは手前側のエレベーターの方が多いかと思いますけれども、10階まで行くエレベーターというのはこちらから見て奥のエレベーターのみというふうになっております。ですので、3機しかございません。ですので、まず最初、どうしましょう。両方一緒だと大変なので、チーム123並びに、チーム789の方から、ご移動をお願いできればと思います。チーム123並びにチーム789の方、スタッフの方ちょっとご案内をお願いできますか。10階の方に、向かっていただければと思います。で、少し置いて、チーム456、10、11、12のチームは移動しますので、今のうちに荷物をまとめておいていただければと思います。で、実はすでにですね、欠席の連絡をいただいたり遅刻の連絡をいただいていることもあります。ですので、そういったチームに関しては連絡が取れるようにメールアドレスや携帯電話の渡していいかどうか確認して、皆さん快諾してくださってますので、後ほどチームリーダーの方にまだ来てない方の連絡先をお渡しするようにしますので、参考にしてくださればと思います。というわけで大丈夫でしょうか。はい、というわけで開会式が一段落します。これからこの建物の上のフロアに行って実際の開発が始まります。
オープニング番組として夜の8時20時からですね、開発開始という番組を始めますので、それまでぜひお楽しみにお待ちください。一旦こちらの会場からは配信を終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また8時。Thank you.